はい、というわけで1日目のパート2。さてここからは、食事に出かけます。まあもう本当に結構遅い時間なんですけどね、ヨーロッパの夜は長いですね。もう普通にもう人でいっぱいです。夕食はですね、まあ最初から決めてたんですけど、バルで、ちょこちょこつまみながら飲むことにしました。まあ歩いてたらいい感じのお店が見つかったので、そこに入ってみました。乾杯はもちろんスパニッシュビールです。結構明るいいい感じのお店でですね、店員さんもめちゃめちゃハイテンションで飲みながら仕事してるんですけど、大好物のパエリアなんかを食べたりしました。夕食後は、まあもう結構いい時間なので、腹ごなしをしながら、散歩しながらですね、ホテルまで戻ることにしました。まあこれ以前にもう動画でやりましたけど、持ってってた USB の AC アダプターですね。もう早速大活躍でした。成田からもうずっと飛行機の中とか空港とかずっと動画撮りっぱなしだったんで、もう早速一眼レフだったりとか、スマホの充電を始めました。さてここはバルコニーに今出てるんですけど、温度を今調べてるんですけど、もうかなり遅い時間なんですけど、あったかいっていうか結構暑いんですね。こんな時間なのに26度ですね。ちなみにこのスマホの10時何分っていうのは現地時間ではないですね。もうこの時点で結構いい時間になってたと思いますね。はい、というわけで、次回は2日目。2日目はいろいろ忙しいんですね。サグラダ・ファミリア、他ガウディ建築なんかが登場します。